ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、画面に行く。ださい,いのいいの,いいのか。これ大丈夫ですかね大丈夫ですか。はい、大丈夫だと思います。あ、えっ、ー、と、今もう配信されちゃってるんですけど、大丈夫ですかね、はいはい、<laughs> すいません。えっ、ー、と、はい。次はあの、えー、市川様から、 えー、極める伝える教えるの調和ということでご講演いただきたいと思います。あのちょうどですね時間ちょっと本当は5分休憩入れようかなと思ったんですけれどもあのちょっと押してきましたので、えー、このまま進めさせていただけたらと思います。よろしいでしょうか。ではちょっと準備でき次第始めていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、えー、今日はですね、えー、再演の機会をもらいましたありがとうございます。えー 極める、伝える、教えるの調和ということで、発表を始めさせていただきたいと思います。はい。私、市川豊といいます。サイバーブラック28というアカウントで、まあ、いろいろツイッターでつぶやいたりしています。ハテナブログだとか、えー、これまで、えー、登壇した資料とかはスピーカーデックに上がったりしています。で、まあ、職種としてはですね、まあ、エヴァンジェリストアドボケイトとしての、えー、自分と、えー、あとエンジニアとしての自分と、えー、そして技術教育者の自分というこの3つの顔を持って、 えー、仕事をしてますでまあ今日はそのあたりの話を、えー、深くしていくのでこの後ゆっくり話したいなと思います。でまあ一応クラウドネイティブ界隈でいろいろ活動をしていてコミュニティとかもやってたり、まあ、資格も取ったりで過去にはですねこういったあの、まあ、ランチャーというツールの、えー、書籍を書いたり記事を書いたりしてきた、えー、ところがあります。 で会社は APC という AP コミュニケーションズという会社で、まあ、SIA の会社なんですけれども SIA の会社なんですが、まあ、そこで今言った3つの、えーまあ、自分というものを持って、えー、仕事をしています、はいで。今日のアジェンダなんですがまず極める伝える教えるというそもそもその定義についてまずお話しさせていただきます。でその調和、この調和をどう志すかという経緯、えーまあ、どう志すかというかこのその調和を取ろうと。 思い始めた経緯というのところを、えー、私のほぼ、まあ、生き様的なところもあるんですけどもそこも振り返りながら見ていきたいなと思いますそして、えーまあ、昨年1年間でどれだけその調和への挑戦ができたかというところを、えー、お話ししたいなと思いますで最後にその調和の先に描いていることということで、まあえー、ちょっと未来的なお話をできたらなと思います、はいえー、まず、えー、極める伝える教えるの、えー、定義ですねそこからいきたいな まず、極めるというのは、まあ、自分としてそのエンジニアとして技術を極めると定義していますで。伝える、これはまあエバンジェリスト、アドボケイトとして技術を提唱する、または主張すると定義していますで。教える、技術教育者として技術を教えるというところの,この3つを定義していますと。 でまあ、この3つの調和を、まあ、なんとか取りたいなと、まあ、思い始めた経緯っていうのを一つ一つ私のちょっと過去の振り返りになるかもしれませんが、えー、ちょっと見ていきたいなと思います。もともと、まあ、自分は大学を卒業してだた、ま、い、あ、2003年から2008年の頃は本当にあの、まあ、今で言うこう フロントエンドエンジニアっていう言葉があったんですがまだその頃ろは、まあ、そういう言葉もなく、まあ、HTML コーダーだとか、まあ、そういったことがあって、まあ、フラッシュが前世の時代でまだ CSS もそんなに、えー、活用されるものでもなく本当にテーブルコーディングとかしてたそんな時代ですね、はいえー、から、まあ、大体2008年ぐらいまでやってまして、まあ、フラッシュとかも結構やってたりその頃にまにデザイン事務所でもあったので、まあ、フォトショップだとかイラストレーターなんかで、まあ、デザインもしたりもしてましたはい で、えー、その後にですね、えー、そのデザイン事務所をまあ退職して、えー、次にですね、まあ、インフラのまあ勉強がしたり、まあ、Linux というものと出会って、自分ももっとちょっと今までは、えー、そのサーバーの上で動く、まあ 役者たちを作ってたものが、もう少し舞台の、まあ、インフラっていうものに興味を持って、ちょっとインフラエンジニアにえ転職をし始めた頃が、まるで,で2009年くらいでしたと。で、まあ当然、まあ、あの、役者も作ってた、ウェブサービス、ウェブサービスとかウェブページとか作ってたので、まあその部分も、まあ、行かせるというところ。 ことがあったので、えーまあ、その部分も持ちつつ、フロントエンドエンジニアかつインフラエンジニアということで、まあ、観光庁の、えー、いろいろなサーバー設計だとか構築、えー、運用だとかということをしてきました。まあ、それこそ、えー、結構シェフなんていうのは、まあ、今インフラストラクチャーズコードってだいぶ馴染んできましたが、まだそういう言葉も出始めの頃に、まあ、シェフで、えー、結構実際プロダクションでやってみたりだとか、サーバースペックでテスト回したりだとか、まあ、いろいろしてました。レッドハットの OS で言うと、 えーまあ、4, 5, 6ぐらいですかね。そのあたりをよく触ってたりだとか、えー、もう OSS が大好きだったんで、えー、いろいろな、えー、まあこれマイスケールだとか、えー、ポスグレーのチューニングしたりだとか、もちろん Windows サーバーもやりましたし、トレンドマイクロの製品とか、えー、たくさんいろいろ本当、えー、やった記憶があります。まあそういった、まあ、フロントエンドエンジニアと、えー、インフラエンジニアという、まあちょっと二足のわらじじゃないですけどは、えー、を吐きながらやってたような感じですね。 で、まあ、本当にまさにこの2008年から2016年というのは、まあ、インフラエンジニア、フロントエンジニアとして、基本的に会社としても、まあ、受託、SI やな日々ですね。まあ、本当にもうこう、世に言う、描いた SI な日々を送ってました。で、まあ、暗黙の言葉で、まあ、できます、やります、頑張りますっていうのが、もうこれが、えー、まあ、常に心の奥底にがっつりとあったような <laughs> 感じですね。はい、ありました。 でまあ、当然、主なドキュメントはエクセル奉還紙とで、まだ若い頃だったんで、エクセル奉還誌すごいなんか巧みなアートのラック構成図とか作る人たちにちょっと憧れちゃったりして、ちょっとその頃路線違ったのかなと思いますけども、まあ、それぐらいにまあエクセル奉還とを見つめる時代がかなり長かった記憶もあります。 で、もう一つ、このコロナ、暗黙の言葉として、まあ、これ、はあくまでも個人的な意見なんです、意見というか、あれなんです、思いなんですけど、まあ、4K と、まあ、きつい、帰れない、給料安い、結婚できないなんていうことを思いながら、はい、深い意味はないですけども、まあ、そんなことを思いながら、えー、若い s i r として頑張ってました。はい。どんなにまあ辛くても、無遅刻、無欠席と。 ということで、はいまあ、このイラストには深い意味はありません。はい、でこの頃のまの課題ですね、課題としてあったのが、まあ、目先の案件に追われてしまって、まあ、新しい技術をなかなかキャッチアップする時間が取れなかったっていうのが非常に課題としてありました。でまあ、その頃はまだ今,今みたいにたくさんのミートアップだとか、勉強会っていうのは全然なかったんですけれども、まあ、セミナーだとか、そういったカンファレンスとかに、まあ、登録はするんだけれども、やっぱり当日、キャンセルとかっていうのはよくしていました。まあ、せざるを得なかった。 で残業もたくさんありましたし、まあ、土日なしのケースも多々あったので、まあ、自宅学習すらもなかなかまあ時間が取れないとで、まあ、そういう中でやっぱ先に進む人たちを横目で見ながらですね、まあ、結構その精神上良くない状態が不安になったりとかして、まあ、よく続いてましたでそこでまあちょっともう少しその まあペースというか、ちょっと落とさないといけないなというところで、その頃にえなんとなくその勉強、自分でワークショップとか企画したりだとかして、なんとなくそのエヴァンジェリスト・アドボケイト的な 活動を、まあ、大体2017年、4年ぐらい前ですかね。3年から4年ぐらい前にし始めてですね。まあ、その頃にやっとそういう自分なりに、まだプロダクション利用ってわけではないですけれども、まあ、資料を作るレベルから始まって、まあ、やはりやっとクラウドとか、まあ、それこそ Docker だとか Kubernetes だとか、まあ、そういったものをまあ触り始めて、いろいろ活動してきたという流れがあります。で、この頃に同時に、まあ、今あ、池袋にある 東京電子専門学校というところで、まあ、週に1度、4個まで、えーまあ、Linux とか、えー、あとクラウドの授業を持って、えー、若い学生たちに教えてるんですけども、まあ、そういった仕事もし始めた頃ですね。はい でまあ、この頃のまた、えー、暗黒の暗、暗黒じゃない暗黙の言葉と <laughs> いうところで、まあ、人に説明、まあ、教えることができて初めて、まあ、自分が理解してるっていうのを、まあ、肝に銘じて、まあ、やり始めたと。や,やはりですねエンジニアとして結構分かってたつもりだったものが、やはりその人に教える、伝えるというところになったときにあ、やっぱちゃんと説明できないな、ちゃんと理解してないなっていうのは、結構気づいた、えー、経験が多々あります。まあ、今でででもももも結構そういういのの未だに出てくる時もある時あんですけどもなのでやはり これって重要だなっていうのは今でも思って、今でも自分の中でもっと落として頑張ってます。はい、で、まあ、この頃のまた今度は課題がいく,、まあ、いくつかあるんですが、えー、まあプロダクション環境でのまあ経験があるものについては、まあ、その実績に基づいた提唱とか教育ができると。で、実績のないものについてはどうしても知識の伝達になってしまうと。まあ、私も長いことインフラエンジニアとかフロントエンドやってたので、まあ、自分がやってきたことはかなり厚みを持った、まあ、 伝ええるるこことととか教えることががでできたんですがやっぱ実績のないものにとっては、まあ、どちらかというと知識の伝達になってしまってなんとなくそこに自分はちょっとなんかこれじゃなんかエンジニアとしての自分が許せないなぁなんて思いつつも、えー、まあそういう日々を送っていった、えー、時もありますとで。とはいえまた案件をやりだすと、えー、まあそれはそれで得られるものがまあ,あるん 事実なんですがとはいえ SI や自体の課題をやはり繰り返すとどうしてもやっぱり案件ずっぽりになってしまうとなかなか難しいのかなと。まあ、これは結構あの SI 系の会社でいるとやっぱどうしてもそこってなかなか拭えないところなのかなと。ユーザー企業の方々は結構やっぱ自社でサービスやってるやってないっていうのは結構大きいところがあるのかなと、まあ、結構時間にも余裕があるような気は勝手に思ったりもしてるんですが、まあ、そういったものもあるのかなと思いつつなので SI でやると結構難しいなというのは常に感じたり しています、はい、で、そうこうなるうちに、まあ、いろいろエンジニアとして、アドボケイト、エバンジェリストとして、技術教育者として、まあ、やっていく中で、えー、エンジニアとして、まあ、プロダクション環境で実績を積みながら、まあ、技術を極め、まあ、それをエバンジェリスト、アドボケイトとして提唱して、技術教育者として、まあ、教育に変えられないかって、なんかこれがうまく調和取ってできないかななんていうようなことを、まあ、結構思い始めた、まあ、こういう経緯があって、思い始めましたと。 なので、その頃にやっぱり私の中に、まあ、技術者としての自分、えー、提唱者、視、ま、聴、あ、者としての自分、まあ、アドボケイト・エヴァンジリストの自分ですねで、技術教育者としての自分ということで、まあ、こんな3つの自分がいるんだなと、まあ、これ、勝手にマギシステムとかって言ってるんですけど、まあ、こういった、まあ、自分のその3つの顔っていうのが、なんとなくこう出始めたりだとか、それがまあ自分にとってなんかハマるところなのかなっていうのにまあ気づき始めたっていうのが、えー、ありましたと。はい でそれで、まあえー、実際にじゃあ調和の挑戦ということを、まあ、始めるんですが、まあ、これが大体去年ぐらいですかね、まあ、2018年から大体2019年の、まあ、去年の年末ぐらいまでもまあ振り返ってみるというような形でやってみましたとで昨年はまあエンジニアとしての自分というところでいうと、まあ、今の APC にまあジョインした 仕立ててのの頃っていうのは、まあ、基本的にクラウドネイティブの案件ということで、まあ、ランチャーからオープンシフトに移行するような、えー、案件に携わったり、あと、ポックですね、ポック的なところをやったりだとかですね、で、あと、その他いろいろクラウドネイティブの技術コンサル支援みたいなところも、まあ、ちょこちょこやってたりしてましたと。まあ、これが唯一多分昨年とかこの、その時の1年ぐらいで、やっぱり一番エンジニアとして結構頑張ってたところなのかなと思います。 で、あと、まあ一応資格ということで、まあ私も結構なんかちょっと時間ができちゃうと、なんかじっとしてられないところもあるので、なんかしてないと落ち着かないっていう性分もあるので、まあこういったクラウドネイティブ系の、えーまあ、資格っていうのを頑張って、えーまあ、取って、まあこれも本当に自分のまあスキルアップも含めて、えー、やってましたと。はい。で、まあちょっと CK と CKD、ここちょっと深掘りしたいなと思います。はい。で、まあ最近そのクラウドネイティブという言葉を まあ、お聞きになると思うんですがあの、まあ、よくそれでクラウドネイティブイコール Kubernetes っていうふうに思っている方々も結構いると思うんですが、まあ、実はそういうわけではないというところがあって。でまあ そもそも Kubernetes っていうのは、これだけのたくさんのノードたちを束ねて、一つの、何て言うんですかね、プラットフォームを作るための OS 的な存在になってるなんて最近言われてるんですけれども、そういった束ねた、クラスターとして束ねて、その上でコンテナというものが動くというような仕組みであって、そこで、このコンテナたちですね、このコンテナたちで 今までの、まあ、Linux サーバーの上で動いていたアプリケーションというものをコンテナ化して、まあ、この上で、まあ、で、Kubernetes という OS 的な存在な上で、いかに IoT を,をやったり、DevOps をやったり、マシンラーニングをやったりだとか、まあ、いろいろそういったところで、まあ、実際にまああのクラウドネイティブにおける Kubernetes は Linux 的な存在になっているというところがまあ,あるので、どうしてもなんとなくそのニアリーイコール的な考えてしまうところはあるんですが、まあ、そういうわけではなくて、そういったクラウドネイティブっていう、その、 こういったシステムのたちのアジリティを高めて生産性を高めていくようなものに非常にあのクラウドネイティブというのはやり方としてはあるのでそ,れそこに、まあ、はまる技術の一つとしてクバネスがあるというところが、まあ、ありますと、まあ、結構私も質問を受けたりして、まあ、こんなような形で答えたりもしてるんですけれども本当にプラットフォームのためのプラットフォームということで、まあ、結構言われ始めてきているというような感じで、まあ、最近はクバネツネイティブなんていう言葉も、まあ、ちらほら出てきたりとかしていますと。 でまあとはいえそのまあクラウドネイティブ運動もまあ置いといてまあクーバーネイティスとかまあいろいろあるんだけれど結構私はまあまず結構クーバーネイティスって何から勉強したらいいのとか何から始めたら良い,いんですかなんていう質問を受けたりするんですけど、まあ、私的にはまあ結構いろいろ本見てとかいろんな情報を得てとかっていうのがまああるんですがまずこの資格を やった CK とか CKD の勉強したときに、やっぱりかなり手に馴染んで、えー、この試験っていうのは基本的に知識を問う問題ではなくても、も本当に実践の問題なので、あの本当にその実際、監視官に、えー、デスクトップの画面が見られて、自分のカメラも見られて、まあとにかくそこで、えー 問題があって、コンソールで叩くみたいな、あのコマンド打っていくみたいな形なので、まあ、非常にその実践的なもので、まあ、あの知識だけでは無理だというところで、まあ、非常に私も勉強する過程でいろいろ手に馴染んで勉強できたなというところが、まあ、学びを感じたなというところがあるので、まあ、これおすすめです。まあ、日本ではクリエーションラインさんが日本語のトレーニングとかやったりしてるそうなんですが、まあ、利用してみるといいと思います。で実際に昨年、えー Kubernetes のカンンファレンスの、まあ、EU ですねスペインに行った時にも、えー、その時初めて結構あのこういった教育的なセッションがあったので、まあ、その時き、まあ、私は教育やってたりもするので見に行ったんですけど、やっぱりこの CK とか CKD、まあ、どうやって Kubernetes のエキスパートを作るのかとかっていうようなこれセッションとかもあったんですけども、やはり CK、CKD っていうのがまあ一つの指針というか、まあ、やる始めの一歩みたいなところがまあ語られたりしました。まあ、このあたりは資料だとか、えー、動画があるので見ていただければなと思います。 でまあ、実際試験っていうのは、まあ、CK、CKD、えー、ちょっとじゃ、えー、若干もう変わってるかもしれないんですけれども、まあ、主にこういった、えーまあ、CK というのはどちらかというとインフラよりな、えー、アドミニストレーター的な形になります。CKD はアプリケーションエンジニア向けなので、 よりやむる書いて、えー、それをポット化したりだとか、デプロイメント作ったりだとか、まあそういったものがあって、まあ私的な感想で言うと、まあ CK3 時間、えー、CKD2 時間で、まあ CK はまあ時間は、まあなんとかなるかなっていう形で、まあできたんですけれども、まあ CKD はやっぱ結構時間がきついのと、結構問題的にもなんか私的には CKD のがなんか難しいような印象を受けた記憶があります。はい。で、まあだいぶちょっと今、 Kubernetes のバージョンが1.18になって、えー、私が受けた頃はこのキューブコントロール l r n で結構マニフェストファイルを生成したりとかしていうやり方で結構時間を短縮しながらやってたんですが、まあ、最近ちょっとバージョンがあってその、それで作れるものと作れないものが出てきてしまって、若干ちょっと差異はあるんですけれども、まあ、キューブコントロール l r n でまあバンバンフォト作ったりだとか、えー、YAML ファイル、えー、書き出したりだとか、まあ、そういったことをするのがまあちょっと、えー、いいと思います。 でまあ、こんな形で、えー、キューブコントロール l ン n のエンジン X イメージで取ってきて、でリスタートネーバーで設定して、オーヤムでドライランで、このイコールクライアントというのが1.8から加わったそうなんですが、えー、で作ると。で、まあ、実際にポットを作ってみたいな、まあ、こういうことを、まあ、結構慣れていくといいと思います。 で私自身はどう勉強したかというと、まあ、Linux Academy の CK 対策コースを熟行したり、あと Kubernetes ェイっていうのをやってみたり、最近これ日本語も出てたりとかして、非常に良いサイトいっぱいあります。CKD エクササイズということで、まあ、ここ結構やり込みました。まあ、無償でこう公開している方がいて、本当にどうポットを作れとかって指示があって、それを自分で何度も何度もやっていくうちに、あ,あキューブコントロールっていうものがまあ手に馴染んできたっていうところがありました。CKD を取った時には、えーまあ、UDemy というのコースで、この なんかテストがついてるやつをやったのが結構実践に近い感じで良かったと思います。なのでもしよければ参考になればと思います。で、まあ、書籍も実は昨年ぐらいに結構 Kubernetes だとか Docker だとか、まあ、よりたくさん出てきたと思います。 で、大体、c ッカーからクーバ t e s をカバーするっていうところでいうと、まあ、この Docker k u b e クーバネッツ実践コンテナ開発入門だとか、あと c ッカーから入るク、えーバネッツとかですね、あとポケットリファレンスとか、まあ、このあたりをまず Docker も含めて学ぶといいのではないかなと思います。で、クーバネ e s に関しては、まあ、完全ガイド、実践ガイド、そして、えーえー 仕組みが分かる Kubernetes だとかですね、あとプロダクションレディーなところで、えー、この実践入門ですね、このあたりも抑えて、まあ、自分の合うものをちょっと見たりしながらやるといいのではないかなという感じで、まあ、自分もそんなこのあたりを読んで、だいぶ理解を深めた、えー、記憶があります。はい、で、まあ、CKD 取ると何がメリットがあるかというと、クベコンとかに参加したときの登録パスに、えーまあ、なんかこう 撮ってる人ですよみたいなところが表示されたり、これ、印字されたり、あとは、ブースで、これは多分アメリカ限定だと思うんですけれども、えー、T シャツもらったりとかでツイートしてくれなんて、まあ、そういったこともあって、まあ、他にもいろいろあるのかもしれませんけど、私的には、あ、こういうことがあるな、へえ、なんて思って、ちょっと嬉しかったりもしました。 で、まあ、それがまあエンジニアとしての自分で、まあ、そういった資格っていうのを、まあ、特に取ったりだとか、えー、まあ、とにかく自分でまず始められることからやっていたというところが、えー、その時の1年というか、去年ですね、主にありました。で、技術教育者としての自分っていうところで言うと、まあ、その毎週、 東京電子専門学校で非常勤講師やっていて、えー、大体年間100名から全期後機合わせて、大体100名から、えー、Linux が約 100, 100, 100名ぐらい、80から100ぐらいですねで。仮想クラウドの講義が50名ぐらいで。でクラウドに関しては、えー、この林さんの本を、えー、すごく良かったので、実際に林さんにこれ教材に使っていいですかって言ったら喜んできて。 そうそうそうって言ってくれて、えー、もう2年間近くこの、えー、テキストで、まずはクラウドって何っていうところからの人たちを、えー、結構学んでもらってます。で、あとトーストクラウドっていうものも、えー、私が、まあ、ちょっと、えー、こういうので教育でできないって言って、えー、そのベンダーの方にちょっと調整してもらって、で、今授業でやり始めて2年間ぐらい、えー、ありますと。で、まあ、私このクラウドの授業を作ったときに、まあ本当に今、 本当嬉しいなと思ったのが、まあ、実はその教え子がですね、まあ、あの実は今、今年新卒で入社したんですけれども、で、その社内法とかで、そのなんで APC に入ったのかっていうようなことが書いてあって、まあ私の授業を受けてっていうようなことがまあ書いてあって、もう本当私としてはもうね、もううるっときちゃうんですけど、本当そういう、まあなんか、あの、学生たちって、その何て言うんですかね、 あの、こういうエンジニアになりたいとか、こういう業界に進みたいって決まってる子は結構ガツガツな人もいるんですけども、でも大抵は、まあ自分も、まあその頃の年の頃っていうと、え、やっぱりですね、あの、なんか何が得意なのかもわからないし、まあ自分探しみたいなことをしている中で、まあ私がこうやってカリキュラム組んだ授業を受けて、そこでちょっとその、まあターニングポイントじゃないですけども、なんか自分の中で光じゃないですけど、そういうものを得て、 まあちょっとそういう道に進んでみようかなとかっていう思うきっかけになったっていうのはまあ一番ここ最近でも本当に一番自分がやっててよかったなと思えるところでなのでそういったところも非常にあの去年一番そのこの一年で感じたところでもあります。 であと、それ以外でいうと、トレーニング講師として、まあ、ジャパンコンテナデイズだとか、クラウドネイティブデイズ東京、福岡、あとは企業様向けプライベートトレーニングということで、どっかとかクーバネスの講座をやったりだとかしてですね、えー、ここも頑張っていろいろやってきましたと、まあ、それがまあ技術教育者としての主なところでなりますと。で エヴァンジェリスト、アドボケイトとしての自分ということで、まあ、私、コミュニティ活動結構やってるんですけれども、えー、ディスカッション形式のディープダイブだとか、まあ、クジラ屋というところで、まあ、全国で、まあ、ドッカーのハンズオンなんていうのを結構やったりしました。で、ランチャー JP でもいろいろランチャーというツールを使って、えーまあ、そのツールの使い方だとか、そういう、えー、情報だとかを、えー、よくアドボケイト、エヴァンジェリストとして、的な形でよくやってました。はい。まあ、ちょっとこのあたりで、えー、ちょっと技術コミュニティについて少し深掘りしたいなと思います。 はい、で昨今のクラウドネイティブ会話の状況って、まあ、パブリッククラウドが、まあ、騒がれ始めた時期にまあよく似ていますこれ、パブリックキーさんの記,あの記事なんですけど、えー、クラウドの時代にはコミュニティが、えー、エンジニアの成長を支えていくのではないかと、でこの記事の、まあ、クラウドの部分を、まあ、クラウドネイティブに置き換えてみ、えー、ると、まあ、なんか当てはまるのかななんと思ったりもしています。 はい、クラウドネイティブ関連の技術は、まあ、社内や仕事を通して学べる範囲をやっぱ超えてると思うところもあります。まあ、これだけ CNFCF で、えー、プロダクトとして、まあ、それにまつわる、えー、関連の技術とかも、まあ、あるんですが、えーまあ、それをまあ会社の上司がこうした新技術を包括的に教えてくれますかと。えー、クラウドネイティブにおける、まあ、デブオプス、ビッグデータ、えー、マシンラーニング、IoT とか、多岐にわたるまあ分野で教えられる人はいますかと。 え、できます、やります、頑張りますに限界はありませんかというのを、まあ3年ぐらい前にいろいろ感じてましたと。で、これ結構ユーザー企業さんだとまた違うのかもしれないですけど、私はまあ長いこと SIE なところにいるので、まあなかなかやっぱこういうのって本当にまあ通説に感じるところだなというところが思いがありました。 でよく私もいろんな勉強会とかミートアップといって懇親会の時にまに、あ、いろいろな人にまあこう話を聞いたりもしたんですけど、まあ、社内に1人でもまあ最新の技術をキャッチアップして実践して反映できる人がいれば良いんですが、まあ、なかなか現状の IT 企業とか、まあ、特にまあ SI とかそうです、ね、特に中小企業とかなかなか新しい技術とは縁遠,遠いところにいるところとかだと、まあ、なかなか最新の技術のキャッチアップとか技術取得社内育成とか,とか非常に困難な状況にある。 いうのは、まあ、私自身も通説に感じててましたし、まあ、やはり同じ思いを持っている人もいるんだなというのは結構、えー、聞いたりしました。 でコミュニティがエンジニアの成長のための大事な場所にっていうところで、まあ、私も大体こういう思いを持ったときに実際にまあいろんな勉強会登壇するだけじゃなくて自分も参加したり、えー、したりもしました。でクラウドネイティブ時代のさまざまな技術を学ぶために、えー、社外へ出ていって、まあ、情報収集情報発信、えー、で情報共有を実践してスキルアップや社内にフィードバックをして育成を図るということを、まあ、やっている方々も多くて自分もそれをまあ っっってやってやみようなんて思たたりした時もありますで、まあ、イベント的に言えば、国内外のカンファレンス、ミートアップ勉強会、黙々会、ハンズオンイベント、ハッカソン、アイデアソン、コミュニティ運営とか、いろいろ、まあ、あります。で技術書籍 も当然ありますし、メーリングリスト、技術ブログ、まあ、SNS、スラップキータとかですね、まあ、アウトプットの場所とか、まあ、そこのアウトプットしたものをとか、誰かがしたものをまあ得たりとかとか、そういったものもありますで、えーまあ、最近はこのご時世で結構そのウェビナーとか、まあ、ミートアップだとか、もうだんだん動画で、まあ、YouTube ライブとかで使われている。あんな 開催されているので、まあ、結構時間的にはアーカイブされたりもして後で見てきたりとか、まあ、よりそういった学ぶ場も増えてきたのかなと思ったりもしています。で執筆っていうところで言うと、まあ、私もまあ書籍書いたりもするんですが、えー、最近ではその技術書店みたいなところでいろんな融資というか自分たちで書きたいエンジニアが書きたいものを書いてそれをまあ販売するようなところで,でかなりあの 世に売っているような書籍では得られないようなネタのそういう書籍とかも出てたりもするので、まあ、すごくよ,より学びの場っていうのは増えたのかなと思ったりもしていますと。まあ、こういったところで非常にこうあの学びの場っていうのも、まあ、だいぶ良、えー、くなってきたのではないかなというところを、まあ、今でも感じたりはしています。で、まあ、私はランチャー JP というところに一時期所属してですね、えーまあ、こういった自分も今度は提供を受けるがもらう側ではなくて、 まあ、提供する側っていうところで運営に参加して、いろいろな数々の、えー、ミートアップだとか、ハンズオンをやったりしました。はい、で、まあ、勉強会とかミートアップ、まあ、カンファレンスとかも含めて、まあ、その参加者のメリットっていうところで考えると、えー、最新の技術、事例等の、えーまあ、技術を、まあ、キャッチアップ、えー、できるというのは非常にあの感じてますと、まあ。事例等のキャッチアップはすごくありがたいしと。 人とととのつながりというところで、まあ、たくさん私も参加者としていろいろ参加していく中で本当に知り合った方々いっぱいいます。はい、であと社内のフィードバックからの育成ということにもつなげられるのも事実だと思っています。とはいえ、やはり参加者の中でもやっぱどうしても出てくるというか、まあ、こういう話はよく聞きますやっぱレベルが高すぎてついていけないんだよねっていうような、えー、ところもまあ聞いたりもするし、自分も一時期そういうのを感じってたりする時期もありました。はいいちょっとさよいしょ。 感じたりもし,てました、はい、でまあ最新の技術をどんどん取り入れて実践している人たちの話は参考にもなるし、まあ、レベルがなるんだけれども、まあ、なかなかそのレベルが高くてついていけない、まあ、結局何から始めてよいのか分からないっていうのは、まあ、よく聞いたりもしましたでまあ私はいろいろ開催もしてたんですけども、まあ、入門者向けの半ン,ン勉強会は入りやすくて有識者の質問や相談することができてるので非常にありがたいと。 自分のスキルアップだけでなく、まあ、社内のフィードバック、育成のまの、あ、良いきっかけになるなんていう、えー、お話もいろいろとな人から聞いたりもしました。はいでまあ、それで私もまあ技術教育者として何かできないかなというところからも始まっておいたんですが、どニューモハンズオン勉強会ということで、まあ、全国、えー、無料でやったりとかした経験もあります。はい、でこうした活動の中で、やっぱり心の底にある 声っていうのは、やはりできる人に教わりたい、学びたい、一緒にやりたいっていうのが、やはり皆さん、いろいろな方々もお持ちなんだなというところで、えー、本当に感じていますと、やはり、よりこう私も技術教育者の自分としては、なんかここも変えられないのかなっていうのは、非常に今でも思ってたりもします。はいで そういう中で逆に今度は登壇者のメリットデメリットでいうと、登壇者からするとまあプレゼンテーションスキルの向上だとかまあ資料作成におけるまあ技術スキルの向上なんていって、私もやり始めた頃は非常にまあそれでなんか結構頑張ってモチベーションに頑張れてやってたんですが、だんだんとはいえ登壇し続けてくると、これ結構私の周りの人はそういう登壇する、たくさん登壇する方々が多いので、あ内わの話でもまあ労力かけた。 かけて、まあ、知識も時間もなんか上げるだけで終わってしまうとか、まあ、コスパ悪いよねなんていうところもちょっと思ったりする人もいたりとか、まあ、私も実際ちょっとそうだなって思い始めた時期もありました。でアウトバック、アウトプットばっかりしてて、そもそも自分がインプットできてねえじゃんとかっていうような、で、まあ時間を失ってるのかなっていうような、まあそういう、まあこれも最初やり始めた頃は全然そんなことになるなんて思ってもなかったんですけども、やっていく中でやっぱこういった経験というのはしました。うん、なるほどなというところがあります。でそこで えーまあ、クラウドネイティブディープダイブっていう、えーまあ、ちょっとそのディスカッション形式の、えー、コミュニティをやろうなんていう話が出てきて、で、私もまあ参加させていただいて、えーまあ、実際にクラウドネイティブの,そのプロダクトを本番環境で利用している方々のまあディスカッションをメインとしたコミュニティという形で、えー、ちょっと上にも携わったりしてました。で、まあ、現場の課題とか解決方法で熱い議論が繰り広げられて、まあ、参加者全員がその、えー、持ち帰ることができると、その単にあのその プレゼンテータータというか、プレゼンする人が一方的に供給するだけではなくて、まあ、参加者も、えー、とにかくお互い議論をして、えー、やるので、いろいろな情報を持ち帰ることもできるということで、まあ、これはこれで非常に、えー、私としてもいい経験だったなと思いますし、いろいろな人にまあ喜んでもらえたんじゃないかなと思ってて、これ実際、クラウドネイティブデイズというイベントでホワイトボードを置いて、これをちょっとやったりすると結構盛り上がったりもしているので、このスタイルっていうのは本当にいいなと今でも思っていたりもします。 で、まあ、こういったコミュニティ活動っていうのも、まあ、私も参加者としても、まあ、運営側に回ったりとかしても、まあ、たくさんやってきたんですが、まあ、これは全然余談なんですけど、まあ、私も当然、 今はいろんな勉強会、特にクラウドネイティブ会話の勉強会行けば、あ、石川さんどうもどうもとか、サイバーブラックさんどうもどうもなんて言って、知り合いの方々もいっぱい顔なじみの方もいっぱいいるんですが、まあそんな最初のコロナっていうのは誰一人知り合いもいなくて、もうビクビクしてどうしようみたいな勉強会は怖いとか、そんなような時期も正直あったのは事実ですと。で、これが今私でも本当に思い出にもなってるんですけれども、まあ、2016年の3月5日で、まあ、ドッカーミートアップ東京っていうのがあって、まあこの時の登壇者のメンバーっていうのは、まあ 今見てもなんか、そのこれ、ぜひ載ってるので見ていただきたいんですけど、まあ、そうそうたる顔ぶれで、今でもこのメンバーの中で登壇するのなんてちょっと、わあ、怖いな、なんてちょっとやばいな、なんて思っちゃうぐらいな、まあ、メンツの中で、まあ、私は初めて、まあ、とにかくこの、まあ、勉強会に参加したかったんですけど、この見てわかるとおり、200人の枠の中に400、まあ、500人近くあるので、これ、絶対抽選当たんないなと。うん、どうしようと思って、でも、これ、 唯一その LT の枠が空いてたんですね LTE で行けばとりあえず参加はできるよなと思ったんですがとはいえ自分はまあなんか自分で勉強したことをワークショップでまあちょっとやったぐらいの経験しかなかったのででも登壇する人たちはそれなりにちょっとプロダクション利用もしてる方々だったりとかでまして Google のオフィスでなんか強強な人も,もう登壇者も参加者もなんか来るようなイメージがあってわあ怖いなと思って、まあ、実際そういう人たちが来てたんですけどまあなんていう形で YouTube でもこ 何て言うんですか配信されるような感じさあどうしようって感じではあったんですけども、まあとりあえず思い切ってやってみましたと、出てみましたと。で、それがやっぱり今でもまあ振り返って、まあその時がやっぱりアドボケイト・イヴァンジェリストの自分のなんか道筋の、まあ、起点なのかなと思っていて、まあこの経験がまああるから今もあるのかなと思えるところもあるので、まああの時の結構思いっきり 飛び出したっていうのは良かったかな？っていうのはまあありますね。まあ、あの時はもうドキドキでしたけど、まあこの動画あるので、もし興味ある人は見ていただければなと思います。とはいえ、でもその時のあの登壇者の方々とは今本当に一緒に。あの。 クラウドネイティブデイズの実行を一緒にやったりだとか、そういった方々、これまでいろんなカンファレンスでいて、食事したり仲良くさせてもらっている方々たくさんいるので、まあ、本当にこの時の一歩というのが一番大きかったのかなというのは、まあ、思い出としても自分の人生の中の経験でも結構大きな一歩だったと思っています。はい、で、まあ、今ちょっと海外のカンファレンスなんていう話もちょっとあったんですが、まあ、そのエヴァンジェリストアドボケートとしての自分というところで、まあ、海外カンファレンスも参加何度かしてますと。 まあ情報収集とコミュニケーションというところですね。で、海外カンファレンスについてまたちょっと深掘りをしたいなと思います。で、海外カンファレンスの楽しみ方、まあ、情報収集というところでいうと、まあ、情報収集においては、まあ、ある程度事前に的を絞っておくといいと思います。えーまあ、参加するセッションのテーマを決めて、新しいまあ技術だとか事例だとかカテゴリー、例えばデブオプス機構かなとか、オブザバビリティ機構かなとか、ネットワーク機構かなとか、まあ、いろいろ自分で決めていく。 事前に決めていいいいくのもいいと思いますで、あとは帰国後に、まあ、社内外でリキャップすることを念頭に置いて、まあ、どういったところをまあセッション聞いてとか絞ったらいいかなっていうのもいいと思います。あとは当然まあ自分の仕事に関わる内容のセッションを検討するっていうのもありだと思います。はい、で、まあ私も実際に、えー、昨年末。 11月ですからですね、あのサンディエゴのクルベコに行ったときにも、その後にこういったいろんな、えー、ところでイベントで登壇したり、えー、あと、まあ、LT させてもらったり、キーダの記事書いたりとかして、まあ、こういうことで、まあ、私的にはやっぱりアウトプットするまでが海外カンファレンスなのかなと思ったりもするんですけど、まあ、それぐらいちょっと今閉めて頑張って <laughs> やってたりもしますが、まあ、こういったのも一つの自分のまたスキルアップにもつながるのかなと今でも思ったりもしています。で、まあ、よく、 聞かれるんですけど、まあ、海外カンファレンスのセッションって、まあ、後日動画でアーカイブされるからそれ見れば良いのではと、まあ、高い出張を掛けていく意味って何かあるのなんてよく聞かれたりもします。えーまあ、もちろん、セッション自体は実際にカンファレンス行っても全部聞けるわけではないので、えー、動画でも見ますし、帰ってきてからも動画でも見ますと。で、まあ、何が一番メリットがあるかというと、まあ、海外カンファレンスの楽しみ方として、やっぱコミュニケーションですね。で当然国内外の 人がたくさん集まるカンファレンスなので、まあ、出会う機会が非常に多いと思います、えー。ワークショップとかディスカッションなどに参加してみたりだとか、実際に登壇者に、まあ、質問、個別に質問しに行ったり、あと各企業のブースを訪問して話してみるのも全然いいと思います。であと日本交流会などのイベントもあるので、そういったものに参加して、えー、逆にその日本から来た人たちとより親睦を深めるというのもいいと思いますで。これが大体企業ブースの状況だったりします。まあ、こういうい形で、えー まあ英語も頑張ろうぜって気にもなるので、英語力もここで結構めった打ちにされて、やっぱ帰って英語を勉強しなきゃなと思うのもありますし、で、ちょっとここに写真載せてないんですけど、私ワークショップとかも参加して、一人、あの、学生の方がいて、で、r イトハットでインターンをされてる方だったんですけど、その人と、私は結構ランチャーとオープンシフトにいろいろ話をしてたんですけど、で、私も全然英語力そんなにないので、非常にこう、つたない英語で、 3時間か4時間ぐらいですかね。3時間近くですかね。なんか、頑張って、なんとかやり遂げたんですけど、で、最後にその学生の方が、いや、実は私、日本に住んでたことがあるんですよって、急に日本語話し出してですね、えぇ、ー、みたいな。もう、だったら初めから日本語で言ってよ、なんて思いつつも、まあ、でも自分は英語力鍛えられたのでよかったな、なんて思い出もあったりだとか、まあ、そういう思い出もまあできたりだとか、いい経験になると思うので、まあ、ぜひ、コミュニケーションっていうのは、どんどん取るべきだと思いますし、でまあ、海外のそういうエンジニアだとか、例えば、え、ー 普段 GitHub とかで、えー、コントリビュートしてる人たちと実際に会うこともできたりだとかすると思うのでぜひぜひこういうのが参加するといいと思います。であとですねこれ、まあ、先ほども言ったんですが日本からの参加者との親睦を深めるというのは非常にこれ重要だったりします。あのまあ、こういう日本から参加してる人たちの交流の場っていうのも、えー、用意あ、まあ、企画してくれる人たちもいるので、まあ、そういったところにこう参加するというのも非常にいいと思います。で そうこの海外カンファレンスは実は日本から参加している人とのま親睦を深めるチャンスが多くあると。そしてそれが重要ですと。で私もですねよくいろいろな勉強会とかで行って、まあ、その時でまあ軽く挨拶したり、まあ、懇親会の時にちょっと話すぐらいな人だった人が、まあ、実際そのカンファレンスに行って「ああどうもどうも」って言って、まあ、ちょっとじゃあ一緒に食事でもどうですかとか言って行く中であとはもうちょっと時間がある時に。あの もっとあの観光でもちょっとしませんかみたいなこともあったりとかしてそこでよりこうなんか親睦が今まで挨拶するぐらいの人たちと実は結構朝一緒にコーヒー飲みに行ったりだとかする中になったりとかして結構も日本に戻ってきてからもなんかいろいろ親睦深まった感じで仲良くしていただいたりとかできるので、まあ、非常にここが重要なのかなとまあこれがもしかすると本当になんかいずれなんか欲しいことにつながる きっかけにもなるかもしれないしとか、えー、そういういろいろなチャンスっていうのがあると思うので、本当にこれはぜひね、あの日本の方々とによく親睦を深めるというのは重要だと思っています、はい。で、まあこれ海外、あともう一つはまあ観光ですね。まあこれは会社の都合もあるので、なかなかできない場合もあるかもしれないんですけど、まあできる限りできるのであればした方がいいと思います。で、それこそカンファレンスで親しくなった人と一緒に行ってみたり、海外のテック企業に、えー 行ってみるとか、あと現地の食を楽しむとか、まさに観光してみるとか、あとはカンファレンスでは、 あのアテンディーパーティーとかがあるので、まあ、そういうときに一緒にいろいろ計画して行ってみるだとか、まあ、そういったこともできると思うので、まあ、非常にこう観光っていうのもいいと思います。まあ、やはり海外行か,行かないとできないということもあるので、まあ、私もいろいろなえ、それこそ AmazonGo に行ってみたりだとかえ、Google さんに行ってみたりだとか、いろいろ、サクラダ・ファミリア見たりだとか、いろいろ観光して、でそこで、えーまあ、知り合った人たちといろいろ行って楽しんだりとかして、まあ、交流が深まったりとかっていうのもいい思い出になったりもします。はいで もう一つアドボケイトエヴァンジェリストとしての自分として、まあ、執筆作業というか連載記事とか、まあ、こういうことも、まあ、過去書いてきたんですが、まあ、これも本という媒体も、やはりそのエンジニアとして極めたものを、まあ、文字として伝える、そしてまあ教えるに、まあ、っていう、まあ、スタンスが、スタイルが取れるものだと思っているので、まあ、あの、私としては大体何か、 まあ、発表資料もそうなんですけれども、やはりその私のそういった書いたものとかを見て、何か刺激を受けたり、次の一歩につながったりとかっていうことをやっぱしてもらいたいという思いで常に書いたりだとか作ったりはしてるので、やっぱり知財っていうことを意識して常にやってます。はい、なので、まあ私そんな偉い人ではないんですけど、まあ例えばアインシュタインが相対性理論を、ね、出したっていう時も、当然ニュートンだとか過去の科学者、素晴らしい 科学者たちの実験結果のレポートだとか論文だとかそういったものがあるからこそやはりまた新しいそういう相対性理論につながったりだとかまあいろいろそういうことってあると思うんですけれどもなのでまあ私はそこまで <laughs> 大きなことはできないかもしれませんけれどもなんかそういうきっかけになったりだとかその刺激を受けたりだとかやっぱ学んだこと分かったってことで次につながる何かにっていうのは常に思ったりもしてますと。で、エヴァンジェリストアドボケートとしてもうつまあ本当に 去年とかは、まあ、たくさん登壇させていただいてありがたいことに、えーまあ、本当に、あのー、もう喉がカラカラになるくらいにいつもやってたりしたんですが、まあ、その中でも自分も学びましたし、まあ、非常にあのワークショップとかもやってたりもしたんですけども、そのワークショップを受けた人がですね、やっぱりあの市川さんのそういうワークショップを受けて、こういう勉強会にまた行た。 さらに行くことができてとかって別の勉強会であったときに言われたりするとやっぱ嬉しかったりだとかそういう本当に、えー、いい経験させてもらったなと思っているので、まあ、今年もちょっといろいろこの状況ではありますがなるべくオンラインでも登壇できる限り登壇していきたいなと思ったりもしています。はい で、まあ、こういった、本当にいろいろ、まあ、今、エンジニアとしての自分、えー、アドボケイトエヴァンジェリストの自分、まあ、技術教育者の自分として、まあ、いろいろやってきた方がいるんですが、まあ、そのモチベーションってどこから来るんですかなんてよく、え問い合わせ、問い合わせというか、え聞かれたりもするんですけども、まあ、OSS を、まあ、中心とする技術を、まあ、その、愛する気持ちというか、まあ、そこ知れぬ学習力と、まあ、借り立てる根源は、まあ、エンジニアとしてのその、焦りの心の中に、その、負けず嫌いな気持ちっていうのが、やっぱりあると。まあ、 今は少し年、ま、取ったんで丸まってきたかなって気もするんですけど若い頃はやっぱりこう人よりも先に新しいことやったりだとか、まあ、ちょっと人よりこ先に行きたいみたいなそういうところで負けず嫌いみたいなところが結構、まあ、ちょっと尖り気味なところもあったりもしたんですけれどもまあそういった気持ちっていうのは今も大切にしたいなと思ってまあこれ結構同じエンジニア同士でもまあ皆さん多かれ少なかれまあ大きいなり小さいなりこういう気持ちっていうのは持ってると思うんですよねで私自身も、まあ、この気持ちがなくなった時が本当にエンジニア 引退の時なのかななんて思ったりもよくするんですけれども、まあ、その負けず嫌いの気持ちっていうのは本当に大切だなと思います。これが私のモチベーションかなと思ったりしています。とはいえ、実際はもう本当に負けっぱなしで <laughs>、本当にもう、まあ、私の周りの人たちっていうのは本当に優秀な方々がばっかりでですね、いつもリスペクトでかなわないなっていう人たちばっかりなんで、でもその中でもやっぱ自分もそういうところに近づきたいって目標もできたりだとか、なんか時にはちょっと。 一歩出たいななと思ったりもするのも未だにあるので、まあでもそういう気持ちっていうのは常に大切にしていきたいなというのはあります。はい。まあこれが私のモチベーションだったりします。はい、で、あとまあできないからこそ人の何倍も頑張る知的好奇心が赴くままに。 はいまあ、これは本当に常にまあ忙しい中、なかなか難しい、時間取るのもまあ難しかったりもするんですけれども、やっぱりできないからこそ、やっぱ努力しないと何事も始まらないので、まあ、私はそんな努力しないで、こんなの楽勝だぜみたいな、何でもできちゃうぜっていうのはパーフェクトな人間ではないので、やっぱ人一倍、本当頑張んないとだめだと、でまあ、この業界、皆さん思う,思うと思うんですけど、本当に流れも速くて、本当、ついていけないことばっかりで、常に悩んではいるんですけれどもでも。 やらない限りは何も始まらない、えー、本当、明日やろうはバカ野郎なんで、そんな明日やろうなんて思わず、少なくとも1時間でもいいから、今日なんかやろうなんて常に思っているんですけどね、もうなかなかでも人間なんで寝ちゃう時も寝ちゃうしと言いながら、まあ、そんなようなことを繰り返しながら、まあ、ちょっとでも一歩進めればという形でいつも頑張っている感じですね。はいで そんな中でまあ約1年間でじゃあ調和は取れたのかというと、2018年とそのまあ去年年末ぐらいまでの1年間では、結局はまあアドボケイドエヴァンジェリストの活動が本当に多かったなと、エンジニアと技術教育者というところがちょっと少なかったかなと思っているので、今年はそこをもう少しこう調和を取る形でまあいい具合にいけばなと、少なくともまあ技術教育とまあエンジニアというところをまあもう少し比重を上げていきたいなというところが思いが で、なんとなく調和取る施策と考えるところで言うと、まあ現場は今、ちょっと支援レベルに留めさせていただいたりだとか、まあ登壇における出張や頻度をもう少し下げるだとか、あとは期間を区切って、例えばこの時期は、まあアドボケートエヴァンジリストをちょっとやるとか、エンジニアやるとか、まあ、分けてみるだとか、まあチームプレイを意識して、もっと他の人にちょっとお願いできるとはしたりだとかっていうことも、ま大切なのかなっていうところも、ま感じたりもしています。 で、そして課題ですね。やはり昨年は本当にアウトプットばっかりしてインプットが取れないっていうので、本当自分がなんか SI やの時と同じじゃないと思うくらい結構辛い時期もあったんですが、まあそういったところもあって、まあ今年はなんとなくもう少しインプットに向けてきて、少しできてきてるかなって気もしてます。まあ教えを施してるだけで、まあ上げてるだけで自分が学んでることないよなっていうのはまあ感じたりしました。で、そもそもこれって SI で本当にやることにおける限界ってないのっていうのはまあ常々感じてます。 はい、で、やっぱり SI とかの、まあ、受託とかってなると、やっぱ、えー、お金が発生してなんぼっていうところがあるので、じゃあこういうや,ることやってることがマネタイズ的要素があるのかっていうと、うん、そこもいろいろ考えなきゃいけないよねとか、で、まあ、クラウドネイティブの技術とかっていうのは、まあ、エンジニアが不足してるし、それを教える人も不足してるよねって、もちろん私が行ってる専門学校でもそういう人っていうのは多分私だけですし、まあ、なかなかいないし、まあ、それこそ大学とかでも少ないんじゃないかなというところもあります。そ、まあ、そもそも体力持つということで喋、ねまあ、り 一日喋ってるともうどっと疲れちゃうっていうところがあるので、まあ、体力をつけなきゃななんていうのもまあ感じたりもしてますで、そのまあ調和の先に描いていることというところで、私が思っているのは、まあ、この要素、あのエンジニアとしての自分、そしてアドボケイトエヴァンジェリストとしての自分、技術教育者としての自分というのもまあ調和を まあした職種をまあ生み出したいというか、なんかそういったことができたらいいなあなんて思ったりもしています。まあ実際こういうロールってないので、もうないんだったら作るしかないよね、的なところもまあ思ったりもするんですけれども、まあそういったところが発端でまああります。なので、まあ最近デベロッパー・リレーションズ、デブレルなんていうカテゴリーがあるとは思うんですけど、なんかそうするデブエドっていうのがあってもいいのかなと、デベロッパー・エデュケーションズっていうものがあったらいいななんて思ったりもしています。で、これがちょっと今回のブラッシュアップした場所でもあるんですけれども、 私が思うにはその教育を軸としたまあ潤滑油とまあエンジニアとして技術を極めるまあ実際にえーフィールドに出てえまあ一定の期間のエンジニアなのかえそれかまあ支援として入るのかまあとにかく技術を実を学ぶとプロダクション環境での経験を積むというところをやりつつでそれを まあ教育に還元するという形でプロジェクトに参画したりして、でまあ、アドボケイトエヴァンジェリストとしてそれをまあ伝えるという、まあ、会社的にはまあ社内外の登壇ということで、まあ、執筆もそうなんですが、まあ、ブランディングだとか PR 的なところにまあ持っていけるんじゃないかなと。でそれでまあ得た技術を 教えるっていうところで言うと、まあ、社内外でまあ育成ということで、やはり新しい技術を教える人っていうのはいないので、あとは教える人がいたとしても、そういう人が辞めちゃったらそこで止まってしまうっていう課題もあると思うので、何かそういう教育をえ残す、コンテンツを残す、えー、要は俗人化を避けられるような教育としての、えー、っていうのも何かできるんじゃないかなと。であとはまあ社,外社外のトレーニングでまあちょっとマネタイズを考えてみたりだとか。 まあ、あとは、専門学校、大学とかっていう、まあ、まさに、あの、本当に教える人がいないとか、えー、いうような課題っていうのがあるので、まあ、そういったところに、まあ、ちょっと派遣して、マネタイズも含めて、何か、えー、まあ、雇用じゃないですけれども、そういったこともできるんじゃないかな。で、まあ、会社としては少しそこで、まあ、採用的なところにも何かリーチできるんじゃないかな、というような、まあ、この、 調和を取った形でのののロールっていいいいうのがあるとといいかなと思いますで私自身は結構クラウドネイティブ界隈の、まあ、インフラ寄りなところもあったりもするんですけどもこれが例えばマシンラーニングだとか、えー、あといろんな IoT だとか、まあ、そういった分野の人たちでもこういったようなスタイルのロールでできる人が まあこの日本で増えていけば、また日本っていうのも、技術な日本に戻るとまでは言い切れないですけれども、何かそういうところにこう変革っていうのが起こせるんじゃないのかなっていう気もして、なんかこういう思いをある人がいっぱい増えてくれるといいなと思って、会社でもなんか事例として出したいなと思ったりしてます。で、そのあたりのことを、実はあの今年の4月ですね、この間、会社の広報の方々からインタビューを受けて、一応、え、ー この PR テーブルの、えー、タレントブックっていうところに、えー、いろいろ記事載っけてあるので、えー、もしよかったら見ていただければなと思います。はい、ということで、まあ、あとは最後の方になるんですが、まあ、エンジニア、エヴァンジリスト、アドボケイト、まあ、技術教育者って、まあ、それぞれをやるなんて、まあ、中途半端じゃないなんて、まあ、思ったりも自分もしたりもします。はいえーまあ、とはいえ、もともと人間として結構中途半端なところもあるので、じゃあ実装のこと、中途半端を生涯かけてやってみようじゃないかと。 いうようよな、まあ、思いもあったりします、まあ、あとは、まあ、私は人生の、まあ、カリスマと思ってる人がいるんですけど氷、まあ、室京介さんというロックボーカリスト高校のロックボーカリストがいるんですけども、えーまあ、その人の氷、まあ、室さんの歌で「If You Want」って曲があるんですけどもでその中の歌詞で、えー、誰かが決めたレールの上をうまく歩けなくても、まあ、自分で決めた凸凹の道で、えー、迷えばいいのさと。 え道なき道を進め、コンパスを舞いウルっていうのがま、あまあその詩がすごく私は、私自身のモットーとしてもえいるんですが、本当に、なかなか自分も、人が決めたれる上で歩くのは得意でもないですし、好きでもないっていうところもまあ,あったりもするので、であったら、こういう3つの調和なんてまあ考える人ってそうはいないかもしれないですけど、こういった凸凹の道で迷いながら進んでいきたいなと、今も実際迷いながら進んでるし、明日も進んでいくとは思うんですけども、でも本当に道なき道だと思っているので。 で、コンパスは舞いーうということで、まあ、ちょっとかっこいいこと言っちゃったかなというところありますが、まあ、そんな感じで、まあ、これからも頑張っていきたいなと思うので、もし、かこう似たような教育とか、えー、エンジニアとしてもそうですし、アドボケーター、エヴァンジュレストで、なんか3つをうまくやりたいなと思ってる人がいたら、なんかちょっと声かけていただけると一緒に何かやろうよとも言いやすいので、何か一緒にできる人を、えー、求めたりする自分もいたりしますと。はい。 ということであと最後、ちょっと会社の宣伝になっちゃうんですが、一応私自身はテクニカルエバンジリストというロールで、今、EPC という会社でやっています。で、同じロールなのは、えー、もう本当に、まあ、ネットワークアンシブルの界隈でも有名人ですね、横地さんがいるので,で、本当に横地さんというのは私自身はすごくやっぱり技術を愛するというところで同じ肌を感じてるって、勝手に感じてるんですけれども。 ぐらい本当に素晴らしい、私もリスペクトするエンジニアの一人でもあるので、そういうまあエヴァンジェリストもいる中でもし会社に興味があったら、ちょっと調べていただけるとありがたいなと思います。はい、ということで、こうした私事がなんか皆様の何かに響いて、お役に立つことができたらありがたいなと思います。本当に今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 えっとですね、ちょっと時間押してはいるんですけれども、まだ質問来てら、はい、来ていますので、ちょっとご質問だけ少し、はいえー、ピックアップさせていただけたらと思います。はい。えーっとですね、来ているのが、えっと、会社の中でマギシステムを成り立たせるのは難しそうな気がしますが、どうやって確立させたのでしょうかという質問が来ています。でちょっと関連する形で、 一番苦労することは何ですかというのも、えー、来てますので、その2つお答えいただけたら助かります。そうですね今の会社は、上位にするときにはこういうことをや,らやりたいからこそ、やりたいというか、やりたいと思ってるので、それをやらせていただけるっていう条件でっていうところも、まあ、あったんですが、とはいえ、実際にこの3つの調和って本当に大変です。も週1の、まあ、専門学校の資料も作んなきゃいけない、その中で登壇もしなきゃいけないだとか、でエンジニアとしてもやっぱプロジェクトに行って、週の3日。 1>, 1日専門学校やって残りの時間で埋めたりとか正直土日もちょっとやったりとかする時期もあるんですけれどもまあそういった中でやはりあの多分今ここまで来れたのはまあそれはそれで一応会社がそういったことを受け入れてくれるっていうところでかなりあの許容してくれる素晴らしいあの上司がいるっていう。 えー、売ってるわけじゃないですけど、<laughs> まあでもそういう本当に環境というところかもしれないです。でも一番やっぱ苦労するのは結構立て込むときですね、やっぱり。そこはでもまあ、とはいえうまく時間を使ってっていう、まあなんとかやりきるっていうところはありますね。はい。まあ、苦労するのはやっぱこの本当にバランスを取ってやるっていうところをどう切り抜けるか。でもそこの理解者が私の周りにはいると思っているし、実際いるので、まあそこでうまく調整しながらっていう感じでやってますね。はい。 あ,はい、ありがとうございます。じゃあもう一つぐらいだけ、えー、っと、はいはい、ちょっとですね、難しい質問になっちゃうのかもしれないんですけども、今日のプレゼンもそうだと思うんですが、伝えるということですね。伝、はい、える、ー、で市川さんが大事にしていることはありますかというご質問をいただいております。伝える、そうですね。まあ、特にアドボケイトエヴァンジェリストとしていろいろ登壇しているときに、やはりその、何か聞いてる人が刺激になるというか、 やっぱこ,のこういった登壇なり何な,なりの話、私の話を聞いて、やっぱその次にアクションを起こしてもらいたいっていう何か、例えばこう技術的なところを話したら、じゃあ実際、家帰ってちょっとそれ自分でもやってみようみたいな、そういう,こうモチベーションをに向けるっていうところを、まあ、伝えるも教えるもそうなんですけど、まあ、そこを意識してとか、そこが一番重要かなと思ったりもしてます。はい はいありがとうございます。えー、貴重なあのお話ありがとうございました。ちょっとこれでですね、はい、あの全部セッション終わらせていただきたいと思うんですけれども、えー、とあの市川さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。えどうもすみません、なんかお忙しいところ、ありがとうございます。はいじゃあ、一旦ここで終了させていただきますね。はい